23番アルベナデンコワマキシム・スタビスキー組、ブルガリア。世界の頂点に君臨する2人、ブルガリアからデンコワ・スタビスキー組です。初日コンパルソリーダンスは2位でスタート。しかしオリジナルダンスを終えましてわずか 0.02 ポイント差でデュブレイユ・ローゾン組を抜き1位に躍り出ました。2連覇なるか、世界の頂上を目指す2人、優勝候補筆頭です。回転速度は良かったですね。ちょっと離れてしまいましたけども。この男性は女性の足を確認せずに後ろに持つ、これも難しいですね。世界一に今輝いている2人のダンス。エッジの膝もよく曲がっていてすごいいいステップですね。このリフトはいかがでしょうか、宮本さん。バウアーのポジションからこのイーグルなんですけど足を乗せて、これも本当にやりにくいでしょうけど今本当に簡単にやりましたね。スピンへの入り方も片足のまま入ったので良かったですね。でもパートナーです。この2人のミッドラインステップシークエンス、このカーブが大きいの分かりますか、はい、これはもう本当にエッジに深く乗っている証拠ですね。ってるのも何でもないようなんですけどちょっと難しいんですよね。まずはストレートラインリフト、一度女性を下げてから上げてフリーレグの方に女性の足を乗せて、これも工夫されていいと思います。回転リフトへの切り替え、そして世界王者のクライマックスはストレートラインリフト。演技終了、スタンディングオベーション、お客さんも立ち上がりました。キスを交わします2人、そしてデュブレイユ・ローゾン組もこの2人の演技を見つめていました。
ブルガリアから登場した初めての世界王者、2連覇なるか。純白の衣装に身を包んで、2人が息をぴったりと合わせてこのフリーダンス日本で披露してくれました。世界のアイスダンスの頂点に君臨する2人、非常に日本でも人気のあるカップルなんですよね。はい、あのね、普段は、ね、優しいんですけどもね、もうこれの上に乗ったら表情が違いますね。違いますね、はい、もう今演技見てて鳥肌立ちました。本当にそうです、はい、もう近づけない雰囲気というか、もう本当そうですよね。緊張しましたね、はい、この2人は練習中から非常にオーラを出してますね。そうですね、もう、ずっと見てしまいましたもんね。改めて振り返ってみていかがでしょうか。あのもうこのクラスになるともう全てレベル4だとかレベル3だとか難しい技ばかりを入れてくるんですけども、はい、もうね、あの他とは全然違う形だったりとか、もうそういうのがね見てて楽しかったですね。もうやっぱここは表現力ですね、はい、そしてこの最後のリフトもすごいですね。いやこれもね、ただもうリフトするんではなくて一度上げてからとか、もうそういうのを少し入れるだけでも難しくなっていくんですよね、はい、よかったと思います。さあ世界王者ブルガリア代表デンコワ・スタビスキー組、フリーダンスの結果はどうだ。大歓声に包まれています。まずはテクニカルエレメンツ 53.22、 そして4つの要素で8点台をマークしました。プログラムコンポーネンツ合計 48.87、フリーダンスは 102.09 となりました。そして合計 201.61、 デンコワ・スタビスキー組ガッツポーズを取った。リュウレイ・ロードン組を抜きまして現在トップ。24番奥様ともみな。